めっちゃ面白くない？うぃー、じゃあ、おはようございます。サリオールです。今回ですね、私が皆さんに秋の楽しみ方をね、ちょっと伝授させていただこうと思いまして、秋といえばやっぱりキノコだと思うんですね。実際はこのキノコってハウス栽培されてるんで、秋がどうとかじゃないんですけども、先生があるじゃないですか。舞茸でございます。舞茸って皆さんどうやって食べてますか？炒め物にしたりもすると思うし、天ぷら多いかな。今回ね、一番僕がね、舞茸を一番おいしく、とりあえずカメラ回してくださいね。もうやっていくんで。リュウジのバズレシピ。材料はですね、もう舞茸、1パック 100g、 あとチーズね、ピザチーズ 40g、 あとはもう、なんかあると思います、あると思いますけども、ないと思います。達也、飲んでる？飲んでるということでですね、秋の味覚、この舞茸をですね、どれぐらい美味しく食べられるかって言ったら、やっぱね、今から作る料理はね、つまみで食べたいんですよ。つまみで食べたいんだけど、一番最初のお通しで食べるやつじゃないんだよね。後半に食べたいあったかいジュワッとした料理なんですよ。だから僕を後半まで持ってきます、飲み会の。ワープ、こんなちょっとでワープできないです。今日はスタッフの達也と飲んでおりますので、ちゃんとやっていきます。タツさんはちょっと昔から知ってるの、言葉遣いが荒くなりがちなんですけども、ほんと十何年のやつ好きなんですね。10年の重みを感じていきます。ハイボールですか？やってやろうじゃないかい。お願いします。カメラマンのタツだとちゃんとやっていきます。いただきます。これ4本目です。何パーセントですか？60ぐらいです。あ、ほんと俺もということでやっていきたいと思います。舞茸をね、世界一美味しくする食べ方なんですよ。非常に簡単。アルミホイルでね、こうね、こう器作るんですよ。こんな、こういう折り方で、そうするとヘリできるじゃないですか。これがもう器になる、もうグラタン皿みたいな。舞茸って手でほぐれますから、こういう、こうやってね、乗せていくんですよ。舞茸って香りがいいからね、もう焼いただけでうまいんですよ、これ。舞茸ってなんで舞茸って言われてるか知ってます？これ諸説あるんですけどね、見つけたら舞うほど美味しいキノコが見つかったっていうね、そんなね、諸説がね、そんな説があるんですよ。まあ、いろいろ説あるんですけど、ここにまあちょっともう敷き詰めるんですよ、この舞茸を。これ塩コショウします。パラ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 と、まあ結構味つくかなぐらいな感じまで振っちゃっていいと思います。はい、僕はね、キノコの香りを一番もう持っていけるのはオリーブオイルだと思います。はい、でこれをね、全体かけていく、たーっと。まあこれ適量なんですけども、大体大さじ1ぐらいでいい、大さじ1あるかないかぐらいでいいと思います。やっぱりチーズっていうのはね、やっぱうまみも、タンパク質も蓄えてますんで、これね、キノコのね、足りないところ全部補ってくれる。どうかチーズをよろしくお願いします。で、かけすぎはね、ダメなんですよね。かけすぎない。まずかけすぎない。乗せて。200、今回250度かで6、7分。じゃあ今回、ちょっと250度でやりましょうか。はい、タツさん、乾杯！乾杯！いいですか？じゃあもう食べていきたいと思います。あ、ほら見てすごいじゃん。めっちゃ美味しそうじゃない？このチーズの香りだ。何だかこれ香り、アラビック黒胡椒、あまりにも使いすぎて瓶に移さなくなったやつ。うぃうぃ、世界一美味しい舞茸の食べ方。飲んでいいですか？いただきます。いただきます、ね、いただきます。香りがやばいもんね。
うまっ。舞茸プリプリで、舞茸の香りも熱を通すことによってきてて、チーズの相性が最高だよ。チーズがさ、全部パリッといってるんだよ。最高にうまいよ。ジャイアントタバスコ召喚。いただきます。ほぼピザです。最高です。食べた。乾杯。いただきます。いってらっしゃい。うまっ。めっちゃうまっ。塩コショウとオリーブオイル、チーズだけだよ。ピザっすね。ちょっとね、タバスコかけるとね、ハイボールいけますよ。これはちょっとね、ピザっすね。なんでこうなってるかっていうと、マイタケってすごい旨味成分がね高いの。キノコって旨味成分いっぱい蓄えてるから。今回さ、俺さ、白だしだとかさ、コンソメとか入れてないじゃない。もうめっちゃこう深いし、味。ピザだとさ、パン生地だから結構お腹に溜まるから、絶対いい。最高。しかもだって切ったりもしないですもんね。もう達也もできるでしょ。できるし、もう 100% できる。 100% できるね、これ、うん。もうちょっとピザっぽくするんだけど、うん、ケチャップとかね、つけてね。美味しそう。ケチャップとかマスタードとかマヨネーズとかつけて食べるのも美味しいけど、いろんなもん合うから。うん。5本目も頑張ります。はい。ということで、今回のマイタケの世界一美味しいやり方どうでしたでしょうか。本当にすごくいいと思います。すごく僕がいい感じになりますので、皆さんもどうかいい感じになって、いろんなことを忘れてくださいね。よろしくお願いします。